実力、スパラトーンナンバーワンのニューと言います。こちらのリプレイは、勝った試合で、まあ、2連勝の試合なんですけど、その中で、ルリシバさんという方で、成績が9取っている人で、ものすごく上手い人です。その解説したいと思います。今、ボムの方で、牽制を入れつつ、塗ってますね。まんべんなく。これはうかつに、まあ1対1取ったんで、まあいいんじゃないでしょうかね。ただでやられたら、やっぱ一番最悪なんで。まんべんなく塗りつつ、様子見ながら前に出ていくと。基本、あちこち左右行きながら行くのが一番ベストですから、いい立ち回りじゃないですかね。取れそうなところでしっかり取ると。右、左行きつつ、相手の隙をついて、裏を取ると。もっとうまい立ち回りだと思います。これも、まあ、2人取って、まいですよね、相当。簡単に言うと難しいですからね。やっぱり相当前で出てる。まあ、塗りつつ前の、あれで、今のまあ、ウルトラショットでまあ油断したんだと思いますね。ウルトラショットの場合も、発動したら大場に逃げた方がいいと思います。じゃないと、うかつに、ぼーっと出してたら、やられちゃいますので、体力で、ね、食らわないはずでも、炸裂しちゃいますから。今のもうまいですね。攻撃を読んで、ステップで射抜くと。攻撃を読めてないとできないゲートなんで。あと、BGM とプレイになりますので、これからのことをどうかよろしくお願いします。
Thank you.
プレーはここまでにしたいと思います。これからも、千人以上して、スパラトンの方を応援していきたいなと思ってるので、どうかよろしくお願いします。